言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、BMSG 関連の情報がたくさん入ってますんで、1個前もそうでしたが、またラジオ配信で失礼いたしますね。今回はマーゼルの話も含めて先ほどの動画に追加で情報を出します。で、まあラン君とジュノン君をね、今回ここに置きましたが、まあBMSG のみんなかっこいいんですけど、この2人の美術をね並べると改めてすげえなと思いますね。うん、っていうのと、それから今回はラン君の話として D リーグにゲスト出演という話で、海龍君と龍樹君が大物芸人とついにって話で、これはね元ストリートパフォーマーのマニアックな感情なんですけど、ジュノン君の目線にドキッとしたっていうコンテンツがあったので、あとはマナト君のインタビューであったりとか、ATS 翔太君のプロデュース業について、これはもうねご案内の方もいらっしゃると思いますが、改めてすごいことだなっていうふうに思いますんでね、まあそういったもろもろの内容で語らせていただこうと思っております。で、まずはそうですね、アイルザ・ショータ ATS について最近ジェネシス BE:FIRST のジェネシスもそうだし、BMSG マリンのメモリアもそうだし、まあとにかくいろんなことがねやはり起こっていて、なんていうかプロデュース業の方でもね、そこが本当に素晴らしいなっていうふうに思ってるんですけど、まあつまり3代目 JSOUL BROTHERS の新しい作品といいますか、アルバムといいますか、そちらの方の8曲目デベロップっていうところの楽曲にプロデュースのところにジェイソールブラザーズ&アイルザ・ショータって書いてあると。ちなみに6曲目に KM さん、7曲目にチャキズールーさん、9曲目にビバオラさんなどなどいらっしゃいまして、まあビバオラは、まあ、アイルザ・ショータと一緒にもろもろやったりとかもしてましたし、チャキズールー KM に関しては BE:FIRST とかの楽曲も作ってくれてますしね。特にチャキズールーなんかはね、チャキズールーさんなんかはいろんな曲作ってくれてますね。はい、その中にアイルザ・ショータって名前がね普通に入るっていう、しかも3代目 JSOUL BROTHERS ですから、ボーイズグループ、日本のボーイズグループとしてね、3代目 JSOUL BROTHERS がいないと成り立たないぐらいな存在ですから、まあこれはすごいですよね。うん、それについてはまあポストでねちょうどそれを語ってくれてる人がいたので、その方のやつをリンク貼っておきますが、はい、ぜひちょっと見ていただければと思いますが、すげえことになってきましたね。いや、まあやっぱりね、ジェネシスやメモリアあたりで翔太くんのプロデュース能力っていう部分の高さ、当然本人のアーティスト能力の高さっていうところと含めてすごいことになっていきそうだなって思うし、それこそなんかチャキズールーさんとか KM さんとか、あとモンジョーさんみたいな感じのプロデューサーとしてのなんていうかアイルザ・ショータっていう存在の重要度っていうのがさらに増していきそうだなと、5年後10年後とかそうなってそうだなと思ってますね。だって翔太くんまだ20代ですからね、そこも含めてすげえと思ってますよ。まあでも最近はそのね、本当にいろいろなところでいろんな若いプロデューサーがたくさん活躍をしているわけで、そこからね、何しろ、BMSG からも出ればっていうところですね。でもちろんね、ご本人のそのアーティストとしてもトップに行ってもらって、プロデューサーとしてもっていうのはね、間違いなくその流れに行くといいと思ってますよ。まあ例えばですけど、アーティストとしてもトップにいて、なんだそれからプロデューサーとしてもっていう感じで言うと、例えばクレバだったりとか、ラッパーのねクレバさんだったりとか、あとはあれですね、ダウンディさんなんかもそうだったりするけどね、まあクレバ、バウンディなんかはキンプリだったりとかね、ナンバーアイだったりとか、そっちの方で、ナンバーアイと言いますと平野翔くんですね、っていう方のところで楽曲提供なんかもしてる部分もありつつでね、まあその感じが翔太くんもいけるんじゃないかと思ったりしてますが、テレビガイドの方でマナトくんのインタビューが上がっております。ワウワウの方でのマナト初登場っていう形の部分と、そちらのね配信がアーカイブで上がっておりますけれども、まあ、そちら含めてマナト君の NBA 関連の仕事といいますか、そちらのものがどんどん大きくなっているところでありまして、でレイカーズについてね、やはり
好きだからってところもありつつ、で八村選手がいらっしゃるからそういうところとか、あと福岡県出身で同級生の河村選手との共通点とか、そういったものとかを語っていらっしゃるというねところがあります。で、まあ、河村選手と連絡をね取り合ったりとか今してるっていうところと、あの同じ年齢で世界で戦うっていう意味ですごい良いパッションや同志のようなものを感じられていると思いますっていうところと、ファンとしても同級生としても応援したいと思いますっていうね、これも本当に素晴らしい話で、ね、同級生で活躍お互いしてるっていうところで当然刺激にもなるでしょうし、そういう関係性っていうのは素晴らしいなと思います。アーティストとスポーツ選手っていうね、あの非常にこう、まあ世界は違うけれども、実はねあのそういうスポーツの祭典とかでアーティストが演奏したりとかそういうのもあったりするし、ヒップホップっていうカルチャーに関してはそれこそ今回の NBA の、まあ、バスケットボールなんかがアメリカではすごく密接だったりとかね、そういうのもあるし、とにかく音楽とスポーツっていうのは結構密接にね関わっているところもあったりするから、だからそういうところでね非常につながりっていうものがたくさんあるとやっぱりいいなって思いますね。でその他 NBA の魅力などマナト君が語っていたりとか、そういうところがありまして、うん、でまあ、 あの NBA 始まってますからね、そういったところ の、 あの配信スケジュールなんかも載っていて、あの非常にあの見やすい記事でございました。はい、ということでこちら紹介させていただきました。で、今回は結構これメインかなっていう、まあ、メインというかね、まあ、サンタイムジェイソルブラザーズの曲をねプロデュース一曲作ってるというのも NBA のこともねすごいので、何がメインかっていう風に言うのがあまりよろしくないかもしれませんが、まあ、あの一番最初に見つけたのがこれだったんでね、ラン君ですね、マーゼル、あの D リーグにスペシャルダンサーとして登場っていうことですね。まあとにかくあのこちらなん D リーグっていうのがね、まあ、非常にこうあのダンス界隈はトップですよね。あれですね、あのダンス番組出ていて、あのケンセイさんとかとのね絡みというのもありつつだし、その中でやはりこうダンス界隈に名前がどんどん知られていってるっていうところは出てくると思います。で、あのこちらの方に出演ということなんですが、あのリンク貼っておきますが、まあ、あの D リーグの方にねラン君のプロフィールが載ってて、でしかもねあのやはりこう私たちもねちゃんと意識理解している人たちというのは実はそんなに多くないかもしれないですけど、改めてラン君のダンスの戦績実績っていうのが非常にすごいっていうところがありまして、あの D リーグねバトル界隈とかそういったものとかの部分で、まあ、ラン君と近しいところでもあり、で D リーグに詳しいあのミューズの人とかラン君ファンの人とかがツイッターでいろいろつぶやいているんですが、どうもゲストダンサーが LDH のダンサー以外の人で出るっていうのは今までなかったって話があったりとか、あとミューズがねあの D リーグについて調べてくれてるのが嬉しいって話だったりとか、まあ、その他もろもろで、まあね、ダンス好きだったら R4 ストリートダンス、あの深夜番組でやっていたあのトラビスジャパンの宮近海斗くんとかと一緒にねやっていたあれが見ていた人も多いと思うので、そこでラン君の名前も知った人も多いと思うし、まあ、そもそもケンセイさんだったりとかD リーグの人たちの方でその流れで見た人もいると思うし、だからここが非常に楽しみでね、あのラン君がこれダンス界隈でさらに知られていくっていうことになると、それがやっぱりすごい重要なことにもなってくるわけでして、私はそのもともとストリートパフォーマーであってダンサーではないので、ちゃんと詳しくわかるかっていうとそうではないので、ストリートパフォーマー的な感覚から語らせてもらいますけど、あのラン君のダンスっていうのがあのやはりこうラン君にしか出せない色合いっていうのがあるなと思っていて、それがどこから出るかっていうのが私にはわからないんだけど、その彼自身の中にあるなんかこう一つの芯というものがあって、それがなんかダンサーのそういう私のねあのパフォーマー時代の知り合いのダンサーとかからの形で言うだけではあるけど、ダンサーのその持ってるその芯とかそういったものっていうのは色的にすごくねこうあの鋭いそういうオーラというか鋭い色合いっていうのが結構感覚的にフィーリング的にこう
受けることが多いんですね。それは当然パフォーマンスをする人たちだし、バトルのダンサーなら特にっていうところもあるんだけど、ランくんはバトルダンサーなんですけど、なんかその色合いが柔らかくて優しさが出ている、でももちろん鋭いっていうところはあって、だからね、そこの部分がランくん独特のそのフィーリングというか、彼独特のカリスマ性になっている気が私はしていて、でちょっと思ったのが、 BMSD アーティストでいうとノベルコアくんとその対照するとすごく分かりやすくて、ノベルコアっていうねラッパーは当然バトルラッパーから始まっていて、これはスカイハイももちろん言ってますが、ストリート色は強いんだけど、でスカイハイが言ってたストリート色強いけど不良ではないっていうところ、あのそう、コア君も非常にね鋭いラップをするし、そうなんだけど、優しさとか柔らかさっていうものがあって、そこの部分が共通してるなっていうのをちょっと思いました。だから以前あのあれですよね、あのコア君がまだトレーニー時代のラン君を誘って MV でラン君に踊ってもらったっていうのも、そこのフィーリングっていう部分が非常にあったのじゃないかなっていう気がしますのでね、またコアランのねそういうのもちょっと見たいなっていうところもあったりしますが、まあそういう感じだと思います。はい、で、D リーグの話ですけども、まあ、こちら、初の D リーグの舞台とても楽しみですとラン君がコメントをしています。で、長年共にしてきた県政との思い出も詰まった作品になっているので楽しみにしていてください。スペシャルダンサーとしてディップバトルズの力になれるよう全力で頑張ります、応援よろしくお願いいたします、ということです。はい、ということでね、まあ、これも本当に面白いと思います。まあ、何しろね、あのダンスの方の界隈のトップのイベントでもございますし、まあ、とにかくね、こちらでまたあのマーゼル・ランがどんどん知られていくといいですね。はい、続きましてね、あの海流龍騎がゲストのお知らせっていうね、あの下に貼ってありますけどもね、うん、あ、ゲストのお知らせっていうかね、あの大物芸人にとって話です。あの毎日ザキヤマですね。はい、あのレオくん、 BE:FIRST レオくんとシュントくんがね出ましたけども、ザキヤマさんがやってるあのエネクルの番組ですけど、こちらにあの海流くんとあの龍騎くんがゲストで出るという。でちなみにあの今回はあの質問メッセージを募集中っていう感じなので、多分何週間後かぐらいに出ると思います。まあ近日収録のゲストトークって話なんでね。はい、でまあザキヤマさんはね、やっぱレオくんやシュント君の魅力も引き出してくれましたし、あの人自体が非常に面白い人でもあり、ここに海流くん龍騎くんというね、あのマーゼルの爆笑がね爆笑コンビが行くっていうところで、これはもう楽しみしかないじゃないですか。もう絶対面白くなりますからね。ね、だからあのまあアーティストなんでね、あの笑いのスキルを鍛えてもらう必要は本当はないかもしれませんけど、ちょっと海流くん龍騎くんはね、ザキヤマさんにいろいろと教わってもらえると嬉しいかなって思いますし、ね、このやっぱりマーゼルのね面白さっていうのが、このバッチバチにこうダンスでね、あの決めていく D リーグの方に出るランくんと、バチバチにお笑いの方でね、あの行きそうだっていう海流くん龍騎くんでね、これが同列で語れるっていうね、うん、ここがすごいなと思いますよね。いや本当にこの個性派集団だと思うんですけども、うん、ということでこちら本当に楽しみですよ。毎日ザキヤマのエクスポストをリンク貼っておきますんで、そちらの方で、で、それからお便りはこちらっていうね、あの NAC5 の方へのメールフォームもありますんで、そちらの方質問などね、皆さんぜひっていう感じでございますですね。で、それからあの質問っていう感じなので、マーゼルの次に BE:FIRST に関してもそうですね、あのここね何日かで、あの要するに BE:FIRST11 月3日がデビュー日なので、その日に配信があるわけでして、それ関連であの質問をあの募集という形で質問フォームがあります。10月29日火曜日21時までっていうことなんですが、11月3日日曜日実施予定の BE:FIRST 3rd Anniversary YouTube ライブにて、ベスティの皆様からの質問にメンバーが回答ということで、こちらもあのご質問はこちらからっていう感じで、あのメールフォームがあります。まあ、こちらはそうだな、メールフォームの方を、あのアンケートフォームか、アンケートフォームの方も貼っておきますんで、そちらの方をぜひ参考にしてもらえればと思いますですね。でBE:FIRST話になったので、Venue101 関連のポストが上がっていて、あの浜井くんの2人にペンライトで反応する BE:FIRST で、竜兵くんが俊斗くんにちょっかいを出したりとか、あのレオくんの掛け声でソウタくんがニコニコしたりとか、そういうのもありましてね、それがあったんですが、それともう一つで、あの Venue101 のポストで、あのギルティでハットをね、
ハットを使ってポージングをするやつがありました。ギルティを歌ったので、あのハットをみんな被っている状態になっておりまして、それでみんなでこう7人であのポージングをしつつで、そこにあの緑黄色社会の穴見慎吾さんがね、あのレオくんとの絡みでね来てくれて、あのレオくんがね穴見さん呼ぶっていうところとか、みんなをおいでおいでするところが可愛かったんですけども、あのねこれであの実は何人かで並んでいるんですけど、あのジュノン君とリョウキ君が並んでいるところがあってですね、そこのジュノン君の目線がねドキッとしたっていうね、あのそういう話なんですけど、みんなね可愛かったんですがね、はい、今ちょっと音が入ったかもしれないけどきっと大丈夫だろう、はい、あのみんな可愛かったんですがね、あのマナト君とソウタ君がいて、リュウヘイ君とシュント君で、リョウキ君とジュノン君で、レオ君はナミシンゴさんとっていうところなんだけど、あのリョウキ君があの要するにこうジュノン君と一緒にやってくるシーンがねありましてですね、ここであのリョウキ君が結構あのスッとすぐに顔をあの見えなくして帽子でこう顔うずめちゃうんですけども、こうねリョウキ君をこうチラッと見つめる時のジュノン君の目線がですね、これがあの元ストリートパフォーマーとしてといいますか、パントマイムやってた人間としてこの目線の動かし方ずるいぞと思っていや、これはだからあの本当にすごいんですよね。こう目線をスッって動かすだけでなんか空気感がスッと変わってきて、でそのまあ相方がリョウキ君でもあって、リョウキ君がねあのちょける方向に行っていたから、そこに対しクールな方面でね決めているっていうところのジュノン君があって、で、まあ、その後ジュノン君があのマイケル・ジャクソンみたいなポージングをしたところにリョウキ君がやってきてみたいなところもあってね、これはジュノー・リョキ推しの皆さんは悶絶ものだなと思ったりするんですが、あのジュノン君の目線とポージングがやはりすごく綺麗でしてね、そのなんかねその佇まいっていう部分で、あの私がそのストリートパフォーマー時代にまあ、あの動く石像とか彫刻のふりをしてパントマイムをしていたから、立ち姿っていうものに非常にやはりこっちもこだわってはいて、その流れの中ででも自然体でなきゃいけないんですよ。あのちゃんとその彫刻としての意識はするんだけど、あんまりこうそこに意識集中しちゃうと不自然になっちゃうから、だから自然体と意識パフォーマンスの意識をするっていう部分のバランスっていうところを大事にしていたんですけど、ジュノン君の自然なスっていう目線の動かし方とかポージングとか立ち位置の綺麗さっていうのが非常にここがやはりすごいしドキッとしたんすよね、うん、だからその目線の動かし方でスってやるってことは、私が男性ですけどドキッとしたということで、結局のところあの性別とかを超越した感じでそういう風なことが多分その自然とできるっていうところが素晴らしくてね、ノバフレームの時もジュノン君の立ち姿の美しさっていうところとかがやはりあって、彼の特徴といいますか、ダンスももちろんソーダ君たちのやはりね薫陶を受けたりなんかして本当にあのどんどん上手くなっているわけで、もうやはり、うん、昔からダンスやってたでしょっていう風に周りから言われるぐらいに上手になっていて、でその上で彼の特徴として立ち姿の綺麗さっていうのがやはりあって、質感的にやっぱりジュノン君にしか出せない立ち姿っていうのがあると思っているので、でその立ち姿を基本として基調とした中からダンスとかいろんなものを繰り出していくから、それがジュノン君のダンスになっていくと思っていて、だからあのねそういうところ含めて、まあやはり歌のうまさというところが注目されるのと、スタイルの良さあのかっこよさっていうところがね注目されますけど、あのダンスとか立ち姿とかそういった部分でのジュノン君のあのそういった魅力っていうものも個人的には最近それがすごく思うようにもなってきましてね、うん、だからちょっとドキッとしたって話でマニアックな話ですが、うん、そんな感じでさせていただきました。はい、というわけでね、まあ、情報関連のものになりましたがいろいろと語ってまいりました。まあ、ラン君があの D リーグに、まあ、ゲスト出演といいますかスペシャルダンサー出演っていうことと、まあ、ATS 相澤翔太のプロデュース業、マナト君のインタビューで、あの海龍君、龍樹君があのザキヤマさんとの共演で、あのジュノン君の目線にドキッとしたっていう話とかものをさせてもらいました。はい、というわけであの情報動画あの2段連続でさせてもらいましたけれども、 BMSG は非常にたくさん情報がありますんで、
ぶっちゃけまだ抜けてるものいっぱいあると思いますから、そんな感じですが、参考にしていただければと思います。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、登録者数様が2万3000人を超えました。本当にありがとうございます。引き続き3万人を目指して頑張っていこうと思っております。もしまだ登録していらっしゃらない方いらっしゃいましたら、よろしければ登録をお願いしたいと思います。 YouTube 登録は無料でございますので大丈夫ですし、仮に登録を解除したとしても、皆さんに通知とかは行きませんし、私にもお知らせは来ませんので大丈夫です。はい、一度解除された方でまた登録してやろうかなって思ったら、もしよかったらまた登録もお願いできればと思っています。はい、励みになりますので。はい、そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。引き続き精進してまいります。それでは失礼します。